新級で動画を回してまーせん。ということで今回は、僕のフォトナが壊れました。ちなみにこの動画も現在壊れてますよ。アップ元に戻すの忘れてた。ということでバグったフォトナの世界でビクロイを取れるのか検証していきます。検証っていうかビクロイ取るまでやってもらうんだけどね。頑張ってはみますけど無理だったら無理やりエンディング流して逃亡します。それではオープニングどうぞ。僕の名前エキスパイリーダーチャンネル登録してください。勝ち取りたいものもない無力なばかりはなめらぎそれで君はいいんだろよと、こんな感じでナイトシェードくんが常時カメラ目線でムーンウォッチしながら歩くようになりました。いいすねすぎる。カメラ目線視点でビクロイを目指して頑張っていきます。すみません、いきなりストームの方に突っ込まないでください。どっちに進めばいいのかわからなくなって。頭がバグる。頭っていうより君全体がバグってますよ。嘘嘘、どうやったら元に戻るのこれ。助けて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 。あ、ありがとう、なんとか元に戻ることができたよ。あれ、まだバグってない。もうバグってないよ。いや、まだバグってるね。正常です。僕何これ。圧敵がいたから倒していくよ。こっちを見ながら AR を打たないでね。結構削ったからムーンウォークしながら詰めるよ。普通に走ってほしいところ。そして異次元の方向にグラップラーを打って、敵さんこんにちは。残り体力45で敵と戦ってます。嘘です、残り体力19です。回復アイテムもないし激ヤバの状況じゃん。ヨウムが邪魔で武器欄見えないから視聴者さん回復あるかどうかわからないよ。私の顔よーく見たら武器欄が透けて見えます。あ、本当だ。てか建築すると脳みそがわけわからなくなるから、ヘッドパックを駆使しながら戦っていくよ。ヘッド大助も駆使しながら戦っていきましょ。なんですかそれは。ヒカキンさんよりも昔からレビュー動画を投稿している大先輩 YouTuber ですよ。ヘッド大助をくらえ。さっきの試合の敗因は、僕がジェット大輔さんを存じ上げなかったことが敗因だったので、もう彼を知っているので負けませんね。そしていくらバグっているとはいえずっとい持ってたらビクロイ取れそうなので、10キル以上はするぞ。おおお。ってなんで10キルなんですか？よく縛りフォトナをやられているお方の動画を見たら、基本目標キル数10キルぐらいだったので10キルにしました。その人原子番号10の元素の可能性がある。てな感じで今いい感じにキルできてるので、この試合でビクロイして終わらせちゃうよ。まあ無理だったんだけどね。1キル、2キル、3キル、4キル、ラルキル、5キル、負けました。クソ、フォトナバグってるせいで全然勝てないよ。さっきキル数数えてるとき、マイクラの引退系 YouTuber さんいませんでした？多分気のせいだよ。てか、あれれ、フォトナ元に戻ってない？あ、やべ、クソ、僕のフォトナ壊れちゃってるよ。壊れてるっていうより壊してるでしょ。圧敵だ。この視点敵から見たらどうなってるんですかね。こんな風に見えてるよ。マイケルじゃん。冗談はマイケルだけにしといて。は？ん？と？なにこれ？不乱だよ。帰れ。実は芝居りがフォトナ壊れてないのに壊れているって嘘をついていることを告白。イラストや見てたら領域展開しそうな素材があったよ。地平円鈍化してきそうな素材だね。勝手にフィードアウトさせるな。うわ、フェードインして戻ってきたよ。君フォトナ壊れてないでしょ。なんかそういうデータあるんですか。ハブのバグを使ってカメラ目線にしてるだけでしょ。やり方を詳しく知りたい人は外役味方行動まとめを見てね。そしてフラン君は退場してね。飛行機から降りたら落下ダメージあるんだ。飛行機の知識も OG の頃の味方が自爆したので、とりあえずパワハラしまして、蘇生しようと思ったら敵が来たよ。タイミング最悪だね。お願い許して、スローンのカツラ320円で売ってあげるから、サーラーに本日ご購入された人限定で、ドウェイン・ジョンソンもお付けします。ジョンソンちゃんにスローンのカツラを装備すればあら不思議。ジェット大輔さんになります。そうはならないでしょ。そんな話をしていたら敵を一人ダウンさせたので、あとはこの人だけ。叫びで逃げちゃいましたね。ここは追わないでおとなしく蘇生しようと思ったら別敵が来て、我ピンチぞ。シンプル今ソロデュオになってるからね。こうなったら僕が分身してデュオになるしかない。分身に失敗してズンダモンみたいになっちゃった。そうはならないでしょ。まずい、びっくりしてよ。魔法王子になっちゃうから。この姿
にあまりしっかり実況をしていないので大嘘っちゃ大嘘になってるかも。じゃあ元に戻らなくていいか。誰だお前。もう目覚めやがったか。分身成功してるじゃん。いや、本当は分身って言って、僕が高速移動をして分身成功っていう予定だったんだよ。じゃあこのずんだもんもどきは誰なの？私の正体は Z 大輔です。いつも通り初動でフォトナをバグらせようとしたら、どうやら一部のシンクロ妹はこんな感じで乗り物に乗りながらやるとおかしな挙動するみたいだね。ピクミンみたいに自動でついていくモードになるんだね。 JY パークさんといい勝負ができるレベルの空中ウォークだよ。ということで引き続きカメラ目線縛りでビクロイを目指していくよ。かれこれこれこれ3、4時間ぐらいこれやってますからね。さすがにもうそろビクロイ撮りたいよ。このバグ技やりすぎて一瞬でバグらせれるようになったよ。無駄すぎる特技だよ。そしてなんやかんやあって残りの敵は1人。結構なんやかんやしたね。最後は同時にロケランを打ち込んで勝ちやした。合計キル数も11キルと目標も達成できたので以上平定。まじ、君自身は3キルしかしてないじゃん。それに中盤リブートカードになってて何もしてないし、こんなんでクリアでいいと思ってるんですか？イエスです。以上平定。何これ？これいつぞやのリブートラリーをクリアするために作ったサブアカじゃん。え？まさか？そのまさかです。ソロデュオカメラ目線縛りで10キル拾おう。バカげてるぜ。自分シンプルソロデュオ勝てないのに10キルプラスカメラ目線縛りって、無理じゃん。フォトナ壊れてないのに壊れてるって嘘をついたのでこのぐらいは頑張ってもらわないと。なんてこったい。まあやれと言われたらやるのが日本人なので頑張ってみようと思います。そしてせっかくスキンの正面をめっちゃ拝める縛りなのでいい感じのスキン買いました。なんで芝入りの方じゃなくてサブアカでフォトナやってるんですか？サブアカベアハブ持ってないから芝入りをカメラ目線にできないんだよね。そういうことね。3時間後、この一番最初のセッティング視点移動が大切だから両手と左足を使って今フォトナやってるんだよね。ちなみに右足はちょんまげ小僧さんの撮影に行っててありません。どんな感じで今フォトナやってるの？もう一つの赤はノートパソコンでやってるので、こんな感じで左足で妹ボタンを押して両手で視点をバグらせています。何回か足をつりそうになりました。もっといい方法はなかったのかな？そして10キル以上するというのも解決案を思いつきまして、ひたすらボットを倒す、リアルプレイヤーがいたら爆速で逃げる、これを徹底してボット運が良ければ10キルできそうです。ほぼ正。あと SR などでキルパクをしてキル数を稼いでいきます。真面目に戦って10キル以上して欲しかったんだけどな。現在8キルでいい感じの状況。あと1キルをすれば最後ほぼ絶対に1キルしないとビクロイは取れないので、実質10キルになります。この家から足落としますね。倒しちゃうよー。あ、嘘。リアルプレイヤーっぽいので逃げます。そ、やばい、知らない敵から撃たれたよ。ソロデュオなので先制攻撃されたら大抵君負けてるよね。なので縦積みをして逃げます。複数人から狙われてるとき縦積みすると逃げやすいかも。いい感じの敵発見。よし、9キルしたから祈ります。そこの宝箱を開けないあたり祈る気満々なのが感じ取れる。スナイパーでちょっとだけちょっかいかけよっと。わーお、あれからこそこそ移動して終盤まで来ました。めっちゃこっち見てるの今更だけど面白い。残りの敵が一人になると信じてこそこそ移動し続けます。こそこそないと。頼む、最後の敵一人になってくれ。おわたで駆動。不意打ちで一人瞬殺すればまだワンチャンありますよ。 SR 捨てるんじゃなかった。そしてあそこの敵撃ちたいけどもう一人の敵の位置がわからないのでやめとか。いたわ。レーザービームして溶かす。倒しきれなかったね。でも味方がカバーする前に倒しきれば問題ない。急げ急げ。あっやばい、もうカバーしに来てるよ。エアストライク投げられてませんか？投げられてるわ。これは非常にまずい状況なのでコメント返信コーナー。コメント返信コーナーやるタイミングバグってますよ。いつもコメント感謝。1分55秒の用務地区。あれ？
どんなことしてたっけ？ちょっとだけ見てみますか。言うほど鬼畜かな？鬼畜です。コメント返信終了。実はコメント返信している間に一人倒して 1V1 の状況です。コメントのおかげで敵倒せたね。コメント感謝感謝。一旦バウンサーでした。オリオット、なんかビクロイ取れたー。びっくりびっくり。ということで、こういうノーマルな実況動画がまた見たいっていう人はチャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート SERI をよろしくお願いします。それではバイバイ。バイバイ。